今回ご紹介する船はヤマハ DY25A、 ヤマハ艇にヤンマーエンジン、低燃費シャフト船です。釣りも作業もしやすいフラットタイプのデッキで、硬くしっかりとしていますし、全体的に綺麗な状態でふわふわ感はありません。表は生けすが2箇所、あとは物入れです。表のかんざし類もしっかりしています。取材時は海上経理のために船底等の確認はできていません。さすがにヤマハ艇、しっかりとしたしけに強く丈夫な船です。トモはエンジンルームから物入れが3箇所、生けすが1箇所あります。舵は引き上げることもできます。GPS 魚探は古いものですから、おまけとしてお考えください。ヤンマー 4JH3HT KU 仕様、87馬力、3500rpm が搭載されています。パワーメーターは8914時間を表示していますが、総稼働時間は不明です。2024年6月にエンジンオイル、フィルター、インペラ交換を施されています。